なぐるみ城は、現在の群馬県利根郡水上町下末にあった日本の城。1949年に、なぐるみ城市として、群馬県指定史跡に指定された。利根川上流のウ岸段外部に位置し、川を挟んで北東に位置する明徳寺城と対峙する。歴史的には、真田正幸の沼田城の市場として、また1590年の小田原生伐の誘引と、 なったことで除名である。2017年4月6日、続日本百名城に選定された。追記時期は、伝承によれば、室町時代の名王元年に、沼田城の市場として、沼田市によって、殴るみかが築かれたのが最初とされている。史料上では、上杉加月勝との交越同盟により東上野の活情を受けた、武田勝頼が、天正7年に、 家臣の真田正幸に命じて敵対関係となった御法上氏から沼田領を奪取するための前線基地として築いた城である。正幸は小川城の小川家有祭と共に殴るみ館を攻略して隣接地に着いき、ここを足がかりとして正幸は沼田城攻略を起とし、調略の結果沼田城を手に入れることに成功した。年の武田氏の滅亡後、 天正神後の乱を経て独立した真田氏と後北条氏が沼田、東領をめぐって争った。殴るみ城は沼田城の有力な市場として沼田領に攻め入ってきた北条の軍を退けた。天正十五年に豊臣秀吉は大名官の首都を禁ずる総武事例を発令した。徳川氏、北条氏、真田氏は共に秀吉の権威に付した。沼田領については、 天正十七年に裁定が行われ、正幸が祖先墳墓の地であると主張した、名ぐるみ城を含めた全体の三分の一は、真田領に、それ以外の沼田城を中心とする三分の二は、北条領と定められた。同年七月に、秀吉家臣の津田生活と富田一泊、徳川家康家臣の坂木原康政が沼田に派遣され、沼田城は北条氏に引き渡された。 真田氏は手放した土地の代替地として、品の国民の輪を与えられた。同年11月3日に、沼田城代の北条死化神、井ノ又国則が、真田氏の名ぐるみ城代、鈴木重則家臣である、中山黒兵衛を寝返らせ、偽の書状で重則を上田城に呼び寄せた隙に、名ぐるみ城を占領した。重則は、道中の岩槌城において軽略に気づき、急いで、 城に戻ろうとしたが間に合わず、恥じて、小学寺に置いて切腹した。正幸は直ちに寄り親である家康を通して、秀吉に訴え出た。秀吉は11月21日付で、真田正幸に書状を送り、今後北条氏が出資したとしても、城を乗っ取った者を成敗するまでは、北条氏を謝免しない、胸を記している。24日には、北条氏との手切れを 北上氏や諸大名に配布した。先の沼田城引渡しと同じ津田生活と、富田一泊が派遣されて関係者の引渡し、処罰を求めたが、北上方はこれを拒否した。北上家当主次直は、豊臣側の質問に対し、同年12月7日付書状で、殴る見城は、真田氏から引渡されて、北上側となっている城なので、 そもそも奪う必要もなく、全く知らないことである、胸を釈明している。翌年3月に秀吉は軍勢を出立させた。小田原征伐の結果、後法城氏が滅亡すると全沼多良は、真田氏が安堵し殴る未城は、廃城となった。実際に使用されたのは、約10年間であった。以降は馬田氏から三角、二角、本角、笹角と、主要な角が直に並ぶ。 連隔式の山城で、両側が切り立った天然の要害である。近年の月夜野町教育委員会による発掘調査で、土類史、三日月彫り、古行、通路、門祖石史、掘ったて柱建物史などの重要な遺構が多数確認されている。廃場となった後、ほとんど改変を受けていないため、追記当時の遺構が比較的良好に残されている。ありがとうございます。